本当に痛いんだとかもね。くるみ、僕は置いてけぼりなんだが、かぐやが痛みを覚えているからって何がわかるの？私たちは当てられてすでに辛いっていうか、しんどいんだけどな。まあ、とにかく二人とも、おめでとうございます。無事に、初体験に至れて。妹だって別に知りたくはなかったってば。待って。それは訂正させてちょうだい。え？ただ初体験しただけじゃないわ。きちんと中に精子を注いでもらいもしたわ。追い打ち来た？つまり私たちは子作りをしたの。もちろん一回じゃ受精していないかもしれないから、今後も陸の子供をはらめるように精一杯励むわ。